生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角、ふっ、はっ、逃がさないわ。今さら後悔しても遅い。始めようか。くらえ！ちゃんと直さないと。ふっ！せい！はあ！争いに意味はない。道はあっちだけど、どうやって行けばいいの？たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ！今さら後悔しても遅い。逃がさないわ。うちってばなかなかやるじゃん。誰でも構わないわ。これ！
どれ、キラキラなものはないかな。破るためにある。聖式巨術、一年のマナリ。同天剣拳、超無一角。ふっ、はっ。騒ぎを起こしたぜ。うちに出くわすなんてついていや。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。まだ来てきていない。きっと近くなってきてるって。うち目が痛いから先にいてみてくれよ。
ちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。あんたの番だよ。ちゃんと直さないと。ここ逃がさないわ。ルールは破るためにある。一撃で沈める。よくもない。殴ったね。どけ。騒ぎを起こしたくはない。うちの出番。即戦即決で行こう。順番にね。争いに意味はない。うちに出くわすなんてついてないね。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。てないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。どけ。騒ぎを起こしたくはない。始めようか。やっ！たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。
争いに意味はない。生死虚実、一年のマナリ。同天元気、超無一角。ふっ、はっ。即戦即決で行こう。騒ぎを起こしたくはない大丈夫だ。場所を変えて話そう。ここは宇宙ステーション。起きたのか。無事で何よりだ。すでにレギオンの脅威は去った。安心していい。お前の言う通りかもしれないが、口には出さない方がいい。不必要な注目を集めるのは得策ではないからな。もう少し休んでおけ。ああ、それからお前のビーコンアドレスを教えてくれないか。何かあればすぐに連絡する。それと、姫子さんがお前を探していた。後で彼女に会いに行ってくれ。目が覚めたのね。美月ちゃんたちには
列車に残って辺りを見張ってもらってるの。そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ？え、どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。あなたが見ているのは私が作ったロボット。この子を操作してあなたたちと会話してるの。今の性格はこのお子ちゃまってわけ？じゃあしっかり観察しないとね。ふんふん、まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのはこの覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？それに性格は彼女の体内でとても安定しているわ。そうね、このお子ちゃまの体質本当に興味深い。分かったけど、あなたのことはお子ちゃまって呼ぶね。私の脳は貴重だから他人の名前を記憶するスペースはないの。あら、なら私の名前を覚えてくれていることに感謝しなくちゃね。それは違うでしょ。あなたと私はビジネス上の関係で、なんて名前だったっけ。まあいいや、話を戻すけど、この性格を体内に収めることができるお子ちゃま、彼女を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。彼女に直接聞いてちょうだい。このお子ちゃま、金銭感覚がしっかりしてるね。結構気に入った。あまりいじめないでちょうだい。今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。感謝して、私が手伝ってあげる。これはスターピースカンパニーの財力をもってしても受けられなかったサービスだよ。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ私に関係ある？はあ、あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。もしあんたが望むなら私たちと一緒に行くこともできるわ。列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ないときは私が後のことを考える必要もない。私は列車に乗った方がいいと思うよ。ここに残ってくれてもいいけど、
あなたあんまり役に立たないでしょ。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。そう焦らないで、ヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼女にはアスターとも話をしてもらってちゃんと考える時間をあげましょう。私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし、会いたい人もいるでしょ。焦らなくていいからね。決まったら私を探しに来てちょうだい。やっと来た。最初から動いてないからよ。あなたが見ているこの体は宇宙ステーションにたくさんあるリモートで動作する人形なの。私を必要とする場所がある場合にそこに意識を移しているわ。無駄話は終わり。私と数人の同僚とで大きなプロジェクトに取り組んでいるの。成功すれば数千琥珀期にわたり私たちを悩ませてきた究極の問題、アイオーンの神秘を解決することができる。アイオーン、考えてみて。あまりにも不思議な存在でしょ。中には私やあなたのように普通の人類だったアイオーンもいるわよ。なのに何かしらの方法で想像を超える力を手にした。神々たちは謎めいていて、強大で静寂で恐ろしい。アイオーンの謎は一言では語り尽くせないの。
アイオーンはどうして、どうやって生まれたか、何のために生まれたか。聞くけど、あなた、これらの問題について考えたことはある？何それ？ちゃんと私の話を聞いてた？私たちはアイオーンの神秘を暴きたいの。だから、あなたもこのプロジェクトに参加して。天才クラブのメンバー4人で協力してプログラムを書き上げたの。オフィスにある大きなマシンは見た？マシンの中には宇宙がある。それはまるで私たちの世界みたいだけど、もっと簡素でカスタマイズしてある。私はそれをメタバースと呼んでるの。ダメ？協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど、他人の助言には素直に従うことにしてるから、模擬宇宙と呼ぶね。早速体験しに行こう。私は模擬宇宙の中であなたのガイドをする。何かを失うことはないって保証するよ。それどころか、報酬をたくさん用意したからね。